はい、では。シャワー浴びたら、はい、5分、2分でご飯。チャリ漕いで帰ったら汗かいちゃうもんな。さあ、オレンジ、勝つしかないよ、オレンジ。引き分けはあるはずだよ。俺もシャワー浴びようかな。勝ち時までやって。そうです、シャワー浴びて。チャンス、打てる、打てる、打てる。いい、綺麗な。その時にもう一人入ってきてくれればチャンスでしたね。そう、それ解説っぽい。まさにそれ。これで今あそこに当てられたらチャンスでしたね。あそこって言われても見えへんから、これ前のとこ分かるけどな。トップね、当てて。あ、ここあれが、あ、そうなら。あー、いい、素晴らしいね。あそこが良かったですね。あそこのあれが、あそこのあれが良かったです。あそこはパカパカ開いちゃうと代名詞ばっかりで分からんわ。あそこパカパカ開いちゃうと、やかましいわ、受けられちゃうんで。どこで、あれがもう致命的でしたね。そうだよ。あ、ディフェンスの話ですよ。もうこれは、やっぱあそこに、足のあそこに当てたのが、そこで後ろの人も、もう、もう何が何だか。お、来た。あー、惜しい。でもう一回もらえばシュート打てましたね、畑さん。うん、それは言えてる。これを、水島くんに似てんだよな。ん？6番の水島ひろ。マジで？いや、俺の友達です。あはは、水島くん、そんな知らんがね。そっくりなんですよね。顔から、背格好から、プレースタイルから。はすけさん、中。じゃあ多分性格も似てるかもしれないですね。性格が一番似てますよね。そうなんですって、もう本人やそれ。もう、はい、名前がどうかなと。確信持ててないだけで本人やん。高校の時のサッカー部の友達にそっくりなんですよ。なんで声かけてくれないの。高校の時以来会ってないから、もしかしたら水島さんは拭えないですね。なるほど。もう高校卒業してから会ってないって言ったら10年ぐらい会ってない。8番だったから、藤島君。ああ、結構取ってる、あの人点。あの人結構取ってるよ。藤島君8番だったんですよ、しかも。そうなんや。8番か13番だった。さっきの大会で。まあ、その時の番号とこのビュースの番号はほとんど関係ないと思うけどな。いや、でも。まあまあ、選んだら別にしてます。マジで？残り3分。まあまあ、数も、なあ、たまたま。息子とキャッチボールしてた時につけてた背番号11枚やったもんな。そうそう、な、数見ましたよね。な、見たな。数はやっぱ11番が好きなんですかね。な、数、キング数。数は11番しかつけない。な、でしょ。ノー、この先。最後頑張らないと負けちゃう。引き離した。これジンクスがあって俺は絶対2位になるっていう。じゃあ次の試合出んとこか。2位かビリが多い。3位とか4位がほとんどない。1位かビリやったらいいけどな。2位かビリ、2位かビリはちょっと微妙やな。あんま良くないなあ。前か無かっていうか、たまに1位、あと2位かビリ。1位通過でビリとかもザラになるな。おう、前とかなんか俺全部キーパーになったりとかで。全部キーパーになったもん。あ、ラッキー、体が柔らかい。あー、いやー、話した。シャンっつった、シャンっつった。どうした今日は、ビリか。今、ゴールに入った時、シャンと落としましたよ。なあ、シャンって。3対1。爽やかな。あと2分ぐらいっす。狭いですね。残り1分半。狭いですね、このスイッチは。いや、品川の夕日が綺麗だったんですけど、ね、あ、当たった。夜景も綺麗です。畑さん、夜景撮りましょう。ちょっと待って、あと撮ってもらったけど、置いといて、もう何しに来たんや、みんな。チャンス、一分半だよ、1分半。来た。ひゃーひゃー。ちょっと滑った。ナイスカット。チンチンじゃないか。よく言う荒川なんとかっていう映画見に行こうか。あ、荒川アンダーザブリッジ。漫画あんま面白くないですよ。あ、そうなん。いや、好きな人はいますけど、多分ドラマの方が面白い。多分ドラマって今やってるんですか。いや、もう終わった。終わった。そうなんや。
多分なんか映画とかドラマ面白そう。なんかキャストがすごくて、うん、そう小栗旬とかでやった山田とか、まさかあの役に白田とか、そうそうそう、小栗とか小倉とか、小倉ゆうこりんとか出とったっけっそれ裏キャストすぎでしょ。小倉あたチャンスチャンスグランパスの小倉とか小倉つながりすぎでしょあとあの小倉おーいいなあれ撮った今あれいいの撮った今めっちゃ喜んでるよ。いや撮ってないよ羽田さん今の。いやいやちゃんと撮ったよ。これ出たら今日ピックアップからアグリちゃん撮ったよ撮ったよ俺。いやー俺もやりたい。そんなより電車撮るかやろうか。あーこれ今のはこれあれピックアップ動画なしですね。美しい。いややってその次に会えてだが安田さんだが今両方撮ったよ。はいはいはい入った時シャンと落としましたよ。もう分かったから電車撮りません。俺電車好きなんで知らんがな。拡大して中の小学生で止まったほら止まったあほんまや止まった N ゲーム終わりでーす。2点となって終わり。